治りました。ごめんなさい、ごめんなさい、なんかうまくいかなかった、くしゃみでそう。いや、退出された、ごめんなさい、すいません。充電が戻ったので、でストーリー、きっとストーリー見るの早すぎる、既読も早すぎだとダメらしいし。宮弘さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。今何しようと思ったんだっけ。こういっぱい勉強したの褒めてください。イライライよちよちヘブン様ら、ありがとうございます。ストーリーね、ストーリー、ストーリーをあげます。聞いたよ、いいよみたい、入れてみたいな、ありがとうございますノイミーエンバンデル、待って、情報追いついてない、待ってください、まだ MV 見てないんですから私、ちょっと待ってくださいね。サイン会ありがとうございました。よし、オッケー、ストーリーあげた、まだアップロード中だった。みやさん、キューキュン、ありがとうございます。オッケー、待って、見たい、本当だ、円盤。はじめまして、ノットイコールミーですは前回のやつよね、6月か。おー、いいですね、円盤、円盤。待って、 MV が見たい、あのやつ、森のやつ、誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか。え、待って、今見ます、すいません、ななかちゃんです。寝てる、曲は聞いたんだ。え、逆再生、それともそうやって走ってんの、聞こえる、すごいユニットだよ。かわいい。みんな逆再生になってる。めっちゃ踊る。すごい、みんな背高いね。ヘイブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。すごい、みんな踊ってる、みんな逆再生で、かわいい、みんな、すごいね、みんな背高い、そうなの、そうなんだよ、フフ何がすごい、
透明感みんなすごい。みひろさん、キュンキュン、ありがとうございます。すごいよー、みんな下がってってる。すごいよー、やばい、結構聞こえそう。聞こえてるんか。みやひろさん、キュンキュン、ハート1000、ありがとうございます。すごーい、ちょっと聞こえる。そうだよね、喋ってないと。すごい、でもみんな可愛い。自分でも見てる。一緒に見ようのかい。すごいよー、うまいよー。早く映画が見たい。タッキーさん、ビーナーこんばんは。糸パンさん、ケイトーありがとうございます。終わった。あ、まだある、もうちょい。あ、終わっちゃ、終わっちゃった。みやひろさん、音符ありがとうございます。すごいね。あー、すごいね。歌えない。まだね、3回ぐらいしか聴いてないから。皆さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。あー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 しか歌えない。すごいね、すごいよ。 MV なんか映画、これ映画になるんだね。みやひろさん、だるまままま、ま、ありがとう、だるま、ありがとうございます。そんなね、すぐ歌えるようにはならないんですよね、私アクセントも。すごいね、いいね、いいね。スパゲティコードラブ、スパゲティコードラブですか、スパゲティコードラブですか。たけるんさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。すごい、なんかさ、緑のさ、白ってめっちゃ合うね。すごい、スパゲティって言わないんかな、スパゲッティコードラブかな。あの、発音的にはスパゲッティコードラブ、伸ばし棒なかないからスパゲッティコードラブなんかな。ピッキーさん、だるまもーも、ありがとう、だるま、ありがとうございます。ヤオタさん、キンキン、ありがとうございます。チョコラブ、ありがとうございます。スパゲッティ、でもさ、スパゲッティ食べるさ、スパゲッティってさ、伸ばし棒あるんかな。でもスパゲッティティーっていう、スパゲッティって言わないもんね。難しいね。髪型メイク、いつもと違う。髪型はね、そう、いつもと違うの。髪色も違うんだけど、メイクはね、大体一緒。みなみさん、かわいい、ありがとうございます。難しいね。ナポリタンが好きなんですか。私は何が好きかな。私は本当はカルボナーラが好き。でも結構カロリーが高いからボロネーゼが好きです。しげちゃん、かわいい、ありがとうございます。スパゲティとパスタの、パスタの中のスパゲティなんですよね。あ、ナスが入ってるミートソースパスタ、わかる。パ
パスタという世界のスパゲッティっていう部類なんでしたっけ。だから48グループの中の SKE さんとかそういう感じ。わからんけどわからんけどそんな感じだった気がする。違い。だからどっちも正解なんですよね一応ね。だからパスタはパスタでも他のなんかパスタありますもんね。貝殻みたいなやつとかねじねじのやつとか。まいさん初見こんばんは、ありがとうございます。違ったっけ。あ、マカロニもそうかな。1000回入ったらちょうど呼ばれてコメント間に合わなかった書いてくれてありがとう、ありがとうございます。申し込んでくださって見に来てくださってありがとうございます。ふふふふふ。ヒデさんかわいい、ありがとうございます。知識増えた、やった。ひろたんさんかわいい、ありがとうございます。そうだ今日は月食でしたね。見れてないけどちょうどサイン会だったのでね、月食サイン会スクショできた、ありがとうございますね。サイン会だった。しげちゃんキュンキュン、ありがとうございます。見た方いるかな。でもなんか月がこうなってた、ちょうどさ夜でよかったよねって感じじゃない。スクショ忘れた。そうほぼ解禁、皆既月食7割8割隠れるみたいな。なかなかないんでしょ。ちょっとのさ部分月食とかだったらあるかもしんないけど、すごいよね。私は見てないです。サイン会でした。月食と日食どっちがどっちか分かんなくなる。分かる、めっちゃ分かる。次60年後やばいね、おばあちゃんだ。小学校の時に日食を見た、こういうなんか日食を見るやつで見た気がする。今はもうなんか満月みたいな感じでした。ね、日食メガネみたいな。そうそうそう。見た。それで見た。小学校の時、理科の授業中に外に出て。すごかった。なんとか日食とかなんかなんかよくわからんけど、完全日食、皆既日食って言わないから金環日食、よくわかんないけどね。見ました。そこでなんか学んだ気がする。なんか日食は地球、月、太陽だけど、月食は
月食は太陽、地球、月か合ってる98日連続やり、ありがとうございます。正解。だから今日は太陽、地球、月だったね。だから地球の影ってことでしょ、今日見えなくなったのは。すごいよね。やった合ってた。そうなの。前髪は切ってないんですけど、巻きめっちゃ巻いてた。ほら下切りたいな、長身長いよね。ポールさん可愛い、ありがとうございます。毛見とこもう35分なの。10時にランキング見ます。髪色が暗くなりました。明日は大阪ですね、楽しみにしてます。久々のライブです。ポールさん可愛い、ありがとうございます。そう、サスケの YouTube で日向坂46さんの東村芽衣さんが出場されることが決まりました。イエーイ。それの YouTube が上がってたんですけど、サスケの YouTube に。そう、それのなんか次回予告ではないんですけど、今後に出るよみたいな、今後こういうの出るよっていうので、なんと私のトレーニング風景も映ってましたなんとななんとなんですけど、皆さん待っていてくださると嬉しいです。多分近々上がると思うので、多分ですけど、いつ上がるか分かんなくて。そうそう、ローリングヒルの練習もさせていただきました。対バンみたい。でも本当にあのメンバーさんの中、あのラインナップに自分の名前があることがすごく嬉しくて。そう、本当にありがたいし嬉しいなって思いました。すごいな、すごいメンバーさんの、なんかティフのラストみたいな今年の感じでドキドキですね。しげちゃんキュンキュン、松岡さんタコ、ありがとうございます。そう、あの今回は松田さんの、松田さんというサスケに7回、もう7回ぐらい出場されていて、お家にサスケのセット、全く同じセットではないんですけど、セットを作っていらして、そこのセットにお邪魔させていただきました。きなんこさんいいね、ありがとうございます。そう、ありがたいですね。なんかあの、もともと私がイコノイどうですかで、発表があったじゃないですか、サスケの出場が決定しましたっていうのが。そこから、そこ違う、そこで疑似体験がしたいですねみたいなこと言ってたから、嬉しいってなりました。そう、またね、詳しいことというか、やってるところはまだ予告でしかないので。お魚さんくん、ありがとう、くまちゃんありがとうございます。まだ予告でしかないんですけど、あのぜひ YouTube 今後上がると思うので、よかったら見ていただけたら嬉しいなと思います。ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。そして去年のね、あの密着とかも上がっているので、よかったらチェックしてください。しげちゃんだるま、ありがとうございます。それでなんかすごい毎回嬉しいなって思うのが、あのなんかさすの YouTube ってほぼ
ほぼ毎日ぐらいに上がってるんですね。そう、それで、あのね、あのなんて言うんだろう、おすすめ動画みたいなのが最後の方に貼れるんですけど、そこが結構あの私のあの密着になっていて、すごく嬉しいです。伝わるかな、そのなんかね、そう、全部が全部ではないんですけど、結構何本かそう、あのおすすめ動画に貼ってくださっていて、なんかチャンネル登録と、チャンネル登録というかそこのボタンとおすすめ動画みたいなのがあるんですけど、そこに、そう、最後の方に出るやつ、そうそうそう、そこにあの私の密着のやつを貼ってくださっていて、すごく嬉しいです。皆さんもその映像を見て、またね、今年どんな感じなのか、どこまでいけるのかっていうのを楽しみにしていただけたら嬉しいなって思いますね。本当にそう嬉しいなと思って、そこから飛ぶ方もいるじゃないですか、その映像に。だからすごく嬉しいって毎回思います。ありがとうございます。そう、でも今回はなんだろう、100サスケって100人しか出れないんですね。そのうちの4枠がアイドルなんですよ。 AKB さんと乃木坂さんと日向坂さんとイコラブで、ひろたんさんいいね、ありがとうございます。なのでなんかね、アイドルも女性アイドルも負けてないぞっていう意地が見せれたらいいなって思ってます。うん、ちょっとでもね、あのイコラブのことを知っていただきたいなって思うし、他のそのイコラブ以外の AKB さん、坂道さんのファンの方も見ると思うから、そういう方にイコラブっていう名前は知ってるけどっていう方もいると思うので、こういう子がいるんだぞっていうのも知っていただけるチャンスだと思うし、そのアイドルのファンの方だけじゃなくて、あの見る方たくさんいると思うので、そういう方にコラボのことちょっとでも知っていただけたら嬉しいなって思うし、皆さんも少しでも一緒に盛り上げていただけたら嬉しいなって思います。ヘイブンさん、ファイト、ありがとうございます。そう、時々本当にそのね、なんだろう、ラインナップというか、そのメンバーさんの中で、グループの中でイコラブって並ばせていただいてるのがすごく、一緒のツイートにしていただけてるのがすごく嬉しいし、ありがたいなって思っていて、だからこそ頑張らなきゃなって思ってます。きだんごさん拍手、みやひろさんかっこいい、としーさん欲しい、ありがとうございます。去年友達がサスケ見てしょこちゃんだったので嬉しい、ありがとうございます。まことさんファイト、ありがとうございます。さかなさん欲しい、みやさんファイト、ありがとうございます。そうだからね、ちょっとでもイコラブを知っていただける、地上波ですし、そう、知っていただけるいいチャンスじゃないかなって思うので、あのたくさん映ってたらいいなって思います。雪団子さん音符ありがとうございます。うん、そうなんですよね、雪団子さん音符ありがとうございます。予告のやつ、サスケ T シャツ着てます。そうなんです。あと実はあのユイリーさんが出ます、あ違う、トレーニングしてますっていう最初の動画で、私がトランポリンピョンピョン飛んでるの実は映ってますよかったら見てみてください。ユイリーさんが1本目あの練習しに来ましたっていう、
そう、誰かコメントに残してるかなとか気づいてるのかなって思いながら見てたんですけど実はぴょんぴょん飛んでます滝沖です。尿せやんってなりましたね。顔もなんかそんなアップじゃなくて、あの遠くで滝沖飛んでんなって感じなんですけど、待ってくださいね。ポールさん、尊いありがとうございます。会社でいくら虫広めて嬉しい。待ってくださいね。そう、山修行開始のやつの開始のやつの最初の方に、あ、最初じゃないね、結構どこだ どこだろうな。ちょっと待ってください。何秒って言います？もう後半かも。待って、待って待ってください。見つけたい。りょうたさん、初見こんばんは、ありがとうございます。どこだ、何秒ですよって言いたいけど、いた3分38。あ、3分38かも。皆さんの方が早い。あ、3分38です。ごめんなさい。3分38、あの3分38のここのこうなってて、ここでぴょんぴょんしてます、私が実は。はい、皆さんの方が早かったです、すいません。中間、真ん中らへんだね。です、ホーリーを探す。そうなんです実は匂わせでしたです。後で見てみてください、よかったら。あとは去年の映像とか見ていただけたら、見返していただけたら嬉しいなって思いますいたぴょんぴょんしてました皆さん、キュンキュンありがとうございます。明日大阪待ってます、ありがとうございます。アリスちゃん、キュンキュン。ミヤさん、キュンキュンやばいありがとうございますね。え、去年の映像はさ、本当にさ、ドキドキハラハラですよね。結果分かってんのに、自分でもなんかもうこうやってなりますもんアリスちゃん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。クロックマン、落ちちょこ、おやすみなさいおやしょこトランポリン楽しかったですぴょんぴょん。順番待ってる食事が一番ドキドキ。そうだね。ヘブンさん、キュンキュンありがとうございますよかったら、あの今後ね、公開されると思うので。あ、ペンライトありがとうございます。コロジーさん、キュンキュンキュンありがとうございます。よかったら楽しみに待っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますそれこそさ、
そさこのさこれもさあのこの映像の最後もこうやって最後このおすすめ動画みたいなのに滝脇のとこやつも上げてくださっていたりとか、そう今回のやつもじゃないかな、そう今回のやつもすごい長野さんとか出てました、ここにおすすめ動画に上がってあげていただいてありがとうございます、嬉しいです、コロジーさんキュンキュンキュンありがとうございます、そうありがとうございます、すごく嬉しいです、そこからでもぜひね飛んでいただける方がいたら嬉しいですね、松岡さんかわいい、ありがとうございます、そういろんな動画でありがたや、大分のカズさんキュンキュンありがとうございます、寿司こいのちさんキュンキュンありがとうございます、12月の二十何日か30とかに放送があると思うのでよかったら、まださ予告、あ違う、あの予定なんていう番組欄とかないのかな、そういうのって番組表オンエアまで1ヶ月半、そうですねそうですね、あとでも1ヶ月半もないか、いつはいつ公開されるんだろうね、詐欺すぎてないか、さしこいのちさんファイト、ありがとうございますね、待ち遠しいよね、助けの日配信したいです、もちろん去年も始まる前も終わった後も配信した気がする、3分38秒とか何回見ても分かりません、ゆうりさんの山修行開始ってやつです、こうなっててこのよ上から4番目のやつです、上から4番目のやつ AKB48 大根の娘山修行開始ってやつの3分38秒の左奥にいますそう早いよね1年経つのぜひ録画していただけたら嬉しいです、チョコちゃん映ってるの知って、あ秒で分かりました秒で分かりました、よっちゃんキュンキュンありがとうございます、匂わせやんってなりましたそう、しかもよっちゃんキュンキュンキュンありがとうございます、しかもその一番最新の日向さんから出場されるっていうのが出た動画が、あの見たのが3分前になってて気づいたのがさすがやんってなりましたおすすめに出てきて最初に3分前ってなってて投稿のこれなんか夜投稿されてるイメージがあったから、えこんな広い、え3分前えみたいになって自分でさすがやんってなりました、だから投稿早かったと思う、皆さんに伝えたの多分1時間も経ってないで、え、うん、30、10分も経ってないで投稿してるかもしれない、ちげちゃんキュンキュンありがとうございます、多分これが9時間前でしょ、いや何時だったっけね、チャンネル登録はしてますよもちろん、もちのろん、これも9時間前、12時に上がって多分12時12分に投稿してるからツイートしてると思う、トシンさんいいねありがとうございます、12分だったそう、ひろたんさんタコありがとうございます、だから皆さん結構早いと思う見れたの
和牛さん欲しい、ポールさんキュンキュンありがとうございます。よっちゃんだるまありがとうございます。明日の髪型まだ決まってないです。何がいいですか。うわ何がいいかな。え衣装なんだろう。でも明日はウィークエンドシトロンのやつだから、何の衣装だ、黄色かな。ウィークエンドシトロンのスペイベなんですよ。かっちゃんかわいい、ありがとうございます。うん、何がいいかね。低めツインサイドポニー、ポニー玉ねぎサイドテール、サイドテールってどんな、サイドツインみたいな、低めサイド低めポニーで、お、こういうことか、こういうこと。サイドポニー多いね。でも2番あるからサイドポニーと、だんごさん、きんとうありがとうございます。しげちゃん、キュンキュン。みなみさん、キュンキュン。ヘイブンさん、とうとい。しげちゃん、だるま、ありがとうございます。耳からついてる。サイドポニー、じゃあどっちかでやりますね。もう一個は考えます。サイドポニーが多かったから、サイドテールもそういうことよね。スペル外れちゃった、あら。ぜひまた応募したりお話し会とかも待ってます。久々のライブです。イコーのイフェス以来のライブですね。あ、みんな銀河、え、明日行くよって方いないんですか、このルームに。大阪行くよって方、銀河の方は何人か。あ、明日行く、仕事です、頑張ってください。4周年の昼の髪型が好き。何したっけ、4周年忘れちゃった。まっちゃんも行く、忘れた。ワッフさん、赤ちゃんも行くって言ってたね。ヘイブンさん、お仕事の皆さん頑張ってください。土曜日だよね、頑張ってください。ノマさん、キュッキュンありがとうございます。キュッキュンありがとうございます。日曜日は、そう、日曜日はサイン会です。うん、明日楽しみにしてます。メリダさん、一部行くのよろしくね、よろしくお願いします。ヘイブンさん、バラありがとうございます。マコトさんも明日のスペイル楽しみって、楽しみましょっか。セトリ覚えなきゃね、全然忘れた。結構前に練習したから。そうでも前、そんな前でもないかったっけ。よっちゃん、花束、しげちゃん、だるま、ありがとうございます。今から覚えるの、うん、やってて、やって、頭の中でやって、あ、こうでこうでこうでって感じ。でもなんかツアーとかは、あ、違う、コンサートとかは無理だけど、ギリいけるかもみたいな感じ。曲つなぎで感じで、ちょっと後で確認しなきゃね。明日は早いから、明日
は早いから皆さん起こしてください。明日は早いので起こしてください。お願いします。5時までには起きたいです。よっちゃんキュンキュンありがとうございます。朝5時までには起きたいなって思ってます。お時間、ありがとうございます。じゃあランキングそろそろもうかな。思ったより早かった。大阪だからね。トラシさんかわいい、ありがとうございます。だって3時間ぐらいかかるよね、電車新幹線で。ねえ、しげちゃんありがとうございます。モーニングコールお願いします。ツイッターのさ通知をオンにしてればさ、みんなからリプ来てさ起きれそうじゃない。無理だけどオンにしないけど、夜中もないいねとか連鎖なってたら大変そう。ちぃちゃんかわいい。ひろしさんくまままままま、ありがとう。くまちゃん、ひろわたさんキュンキュン、ありがとうございます。ということでランキング読みたいと思います。ランキングターン13位、まことさん。12位、ひろたんさん。11位、しげちゃん。10位、ひろしさん。9位、しんやさん。8位、ひっきーさん。7位、みやさん。6位、とっちゃん。5位、とっしんさん。4位、ゆきだんごさん。3位、ヘイブンさん。2位、おさかなさん。1位、みやひろさんです。ありがとうございます。2列目、松岡さん、糸パンさん、ヒデさん、今ままさん、サンタさん、ターくん、コトラちゃん、大地さん、FJ さん、ポールさん、イカの滝さん、ハラディさん、チビタンクさん、ワッフさん、ヨッちゃん、コロジーさん、アリスちゃん、ノアさん、三浦ちゃん、タケルンさん、サシコイノチさん、ヒロさんです。ありがとうございます。2486人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの品、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてサイン会来てくださった皆さん、見てくださった皆さん、ありがとうございます。届くの楽しみに待っていてください。そして明日は大阪でスペイウェイがあります。大阪、久々の大阪だし、久々のライブなので楽しみにしております。ということで終わりたいと思います。98日目、ありがとうございました。おやすみなさい。明日5時に起こしてください。感謝。バイバーイ。おやすみなさい。ありがとうございました。